サフを吹こうと思います。サフはですね、今回どの色のサフを吹くかというと、まず、赤いところと、やっぱあの他の色ですね、グレーにならなきゃいけないところとか、まあ、関節というか、フレームの方はもう終わってるんでそれはいいんですけれども、赤以外のところですね、例えばパイプ、それからこの膝のね、こういうパーツとか、あと武器類ですね、ではまた別の色で、塗りますが、そういうところはもうグレーでいきます。まあこの赤いところもグレーでね、一回ちょっとあの傷チェックはしないといけませんので、傷チェックをしてというところですね。そういう理由ですね、このサフがね。これはまあ赤いところ、赤いところは終わりました。次に、グレーの部分、あとホワイトのところがこんなもんですかね。まあ、これですね、ここのところ引けじゃないや、ランナーのゲートの跡ですね、不良の部分が、処理不良の部分がありますので、ここのところをなんとかしないといけませんので、黒瞬間接着剤ですね、これでを用意して、ここの部分はですね、もうあのえぐり取ります。中途半端にですね、なってるところにはパテや瞬間接着剤が流れてくれませんので、もうこういうふうにやります。思い切ってね。で、ここで瞬間接着、黒瞬間を軽く盛り出してやると。でその後アルテコスプレーで段取りでね、パテ埋めをしていくとですね。一回こうやって削り取ってやって、パテ盛りしてやると。まああのこういうやり方ですんで、やっぱりね、早く固まってくれる。作業効率上がりますので、まあ、なるべくあの瞬間計を使う方がいいんじゃないかなとおすすめしますね、瞬間計をね。で例えばピントあったかな、例えばこういうあのパーツのど真ん中の平面の部分に開いている穴ですけども、こういう場合はもうピンバイスを使って貫通はさせなくて もくぼみを作ってやると、このようにね。でこの中のくぼみのところにあの染み込ませてやるような形を、しっかりと液体が入るようにね、して
そういう形状にしてですね、で瞬間接着剤をしっかり流し込んでやらないと結局また穴が開くんですよね。そこ気泡の容量で入らなくてですね、で穴が開いてしまうと、この削った後ね、やっぱりまだ穴が塞がってないということがあります。それはなぜかというと入りきってないからですね。で今みたいな形で入りきって、入りきらせてやって、またあのペーパーでサンディングしてやるとということを、まあ、おすすめします。ですからもう一度いきますね。こういうとこですね、やってるピンバイスで、ね、まあ、0.いくつか、まあ、ピンバイスじゃなくても極小のみとかで、こういうのみですね、こういうのみを使ってえぐり出してやると、でこの上を液状のパテで埋めてやると、手を怪我しないようにね、気をつけてください。しっかりとくぼみをつけないと中に入ってくれませんので、少し盛り上げた状態で、固めて硬化してやると、ね、はい、今の処理をした後っていうのはこんな形になりますね。これはあの削ったところで、表面処理をしてやると、こういうふうにね、パテ盛りをした後ですね、黒瞬間ですけれども、はい、こんな感じになります。黒瞬間の処理の後です。ここは、局面ですので、スポンジ系のヤスリを使って処理をしていきます。番手を上げていきますね。244色の600ですね。どうでしょう、えぐった形のところに黒瞬間が入ってきれいに取れましたね。ちょっと変えて、見えますかね、このところね、これも240から始めていきます。やっぱり調合します。ちょっとやらなきゃいけませんからね、ちょっとこっちに待機させましょう。